ピアノ・ソナタ第20番派単調作品30から6方々剣ズビー20はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲したピアノ・ソナタ。ランドン版では第33番となっている。ハイドンのシュトルム・ウンとドラング時代を代表する単調のソナタとして知られ、実質原稿から1771年の作曲であることがわかっている。初期のハイドンは 鍵盤楽器用のソナタをディベルティメント、またはパルティータと呼んでいたが、この曲で初めてソナタの語を用いた。また、初期の作品はチェンバロあるいはクラビコード用に書かれていたが、この曲はホルテピアノ用に書かれたと考えられており、楽譜には細かい強弱記号がついている。おそらくハイドンが最初に書いたピアノ専用曲の一つであり。 ピアノ曲にほとんど公共曲的な様式を持ち込んでいる。ずっと後の1780年になって、第35番、第36番、第37番、第38番、第39番と合わせて6曲組のピアノソナタ曲集として、ウィーンのアルタリアから出版された。これはアルタリアから出版された最初のファイドンの曲だった。この曲集は、 ウィーンのピアニストであるアウエンブルカー姉妹に検定されたので、アウエンブルカーそなたとしても知られる。第一学章冒頭部分、ありがとうございます。